とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日も出てますね。ここのデイリーチャレンジですね。75% HP 減少です。しかも、ボスが出てくるところで、結構難しいと思います。で、装備、若干変えました。クールダウン、サプライズギフト、ポーションバリアの無防ですね。で、アーティファクトも、羽、ドラ、キノコ、これで行ってみようと思います。それでは、行きましょうか。パワーシェイカーをドラに変えたので、どうだろうね。これ、パワーシェイカーの方がいいのかな？あっぷね！ちょっと待て。変更いたでしょ、今。ちょっと待て。変更がいると、マジで無理だからね。ちょっとしたダメージでゴリゴリ減っていくんで、マジで気をつけていこう。よし。で、ポーションバリアは切らさない。ポーションバリアは絶対切らしちゃダメ。よし、 OK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 、 いいよ。 OK。 いや、意外といけてるな。で、矢もサプライズギフトで出るんで、ある程度は安心して使っていっていいか。 OK、 OK。 で、やっぱね、あれね、パワーポーションが出るんで、そこは安心だよね。攻撃力が十分あるんで、全然倒していける。まあ、あとはポーションバリアをとにかく切らさないように気をつけていきましょう。で、ちょっと待て。危ねえぞ。ゆっくりいっちゃうと、ちょっとね、ダメージが増えて逆に良くないのよね。なので、あんまりゆっくりいかないっていうのが大事かな。ある程度急いでいきましょう。うわっ。できればね、パワーポーションも切らしたくないんだけど、どうしても切れる時がある。OK。 重力パルス嫌なやつ。ちょっと待て待て、無理。もうほんとちょっとしたダメージでアウトだからね。あぶね。いや、重力吹っ飛し。 OKOKOK。 もう先行こう、先行こう。もうキャプテンはもう倒した瞬間多分無理になるからやめとこう。ちょっと冒険したい気もするけどね。おそらく無理だわ。いや、ちょっと待て。いや、倒す分にはいいのよ。倒す分には全然倒すてるんだろうけど、危ねえ。危ねえな。よしよし、 OK。 旗は取れないよこれ。ちょっと待て。ああいうね、持続ダメージのエンチャントとかマジでやばい。速攻やられるもんな。よし、 OK。 いいね。危ねえぞ。エンダーマンの攻撃受けたくない。危ねえ。よし、いいね。これ草刈りをすると、よし、ポーション回復するんで、それちょっと使いやすいな。このステージは草刈りでいいっていうのはすごくいい。 OK。 まあまあ、とりあえず全然いけそうですね。強制戦闘とかで、まあまあまあ、クリーパーとか出たとしても全然余裕でしょう。OK。 火力は抜群だから。
ここ火力はもう最高よ。やべえぞ。よっしゃ、うわ、危ねえ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 、死ぬ死ぬ、何霊気かなんかついてた。危ねえ危ねえ、え、なんで今死んだ。わからん。ちょっと待って待って待って、変更ついてる、変更が、ちょっと、ちょっと一気になんか、あ、もうなるほどね、重力パルスか。でこいつらが変更だわ。これはひどい。まだいるの。オッケーオッケー、これいけるか。やばい、トゲがいる、トゲスライムがいる。これ無理、これトゲスライムは絶対無理だよ。どうやって倒せっていうの、あんな。いや、きついきつい、だいぶきつい、対面もきつい。いや、これまずいな、相当まずい状態になってきた。あと1回やられると終わり。これはまずい。やっべ、あそこすごいやばいのがいる。パワーポーション欲しいけど、パワーポーション出ない。 OK、 いらんそういうのはいらん。よし、旗取らんでいいから。ちょっと待て、危ねえ危ねえ、下には行かなくていい。いや、でもきつい、こんだけの敵に囲まれるとマジできつい。よし、危ねえ、この草刈りはしとこう。よし、危ねえ、むちゃくちゃ危ない。よし、やべ、ここの敵やべ、やばいやばい、危ねえ、死にそう。毒ダメージとかマジで、毒ダメージマジでやばい。よしよしよし、ちょっと待て待て、パワーポーション取ってね。よし、危なかった。こいつ倒しとこう。待て、いや、意外とまだザコが残ってた。いけるねいけるね。ちょっと待て、チェックポイントに戻りをしてから。バカ、嘘、マジでミスった。これ完全にやばい、これやべえ、やっちゃった。よし、オッケー、もう終わりでしょ。あぶねえ、あぶねえ、こっち側はミスらない。よし、まあまあボスは見えてきたね。あと1回やられたら終わりではあるけど、もうボスは見えてるんで、なんとかしましょうよ。 OK、 できればね、影のブリュー使ってもうどんどん進んでいきたいけども、そうもいかないんだよね、敵がそれを許しちゃくれない。 OKOK、 よし、ボスは見えてる見えてる。まあ、ここも待てって、
ここはひどいぞ。オッケー、ここやばい。よし、オッケー、やめろよ。よし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 、危ない、怖い。あと1回やられたらおしまいだ。怖い。ちょっと待って、これ下から行こう、下から行こう。で、できるなら激怒にして、うん、あ、待って待って待って、来んな来んなってできればもう激怒でね、なんとかしたいよ。なんかいるな、ちょっと待って待てって、もうバカ、変更ついてるあいつ、やめろやめろって本当に。オッケー、やっぶね。よし、でまだいるの、まだいるんだなこれ。うそー、待って、もういない、まだいる。どう、いるか、怖っ。 あよかった、いないいないいない。いやいやいや、あのクリーパーずるいって。ダイナモ貯めてから、あ、いやいいか、うん、もうとにかくどんどん攻撃していかないとどうもできないから、なんとかしよう。うっそー、オッケー、オッケー、さすがの火力だね。よし、もうさすがの火力だわ、全然倒せる。まあ敵のね HP とかは増えてないからね、それで倒せるんだろうけど。いやいや、さすがだわ本当に。 OK、 でもこっから油断しちゃダメ。よし、危ねえぞ、危ねえ、あ、やばい、固まった。よし、もうちょっと待って、雲やろう。よし、オッケー、クリアできました。まあまあ旗は取らなかったんですけどね。はい、ということで戻ってきました。いや、これね、ほんとお気に入りになりましたね、無謀の英雄アーマーで。エンチャントこれがいいわ、無謀とクールダウン、サプライズギフト、ポーションバリア、間違いないですね。むちゃくちゃ強い。これ多分相当、これから使っていくと思います。はい。ということで、またやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。